日本福音、ルーテル佐賀協会は、日本最古のルーテル協会で、日本におけるルーテル協会の伝道の最初の根拠になった場所である。明治26年の復活祭にあたる4月2日に、RBP リと JB シェーラーと山内良平により、佐賀県佐賀市松原の住宅を改装したカリ道で、礼拝と伝道を行い、佐賀十字協会と称した。この日が、 日本福音、ルーテル協会の始まりであるとされている。明治29年以降は、日本人電動車育成のために私塾を開いた。明治31年に、約60名の会員を持って、教会を組織し、日本福音路長協会と改めて、山内良平が、初代牧師に就任した。明治32年には、デンマーク人 JMT ウィンテルを迎え協力し、 明治33年に佐賀市花房工事に土地を取得して新街道を建設した。明治36年、CK パード婦人によって幼稚園が設立された。市内の米屋町や南十間館のほか、古城、久保田、卓、竹尾にも伝道所を開設した。さらに、熊本と久留米にルーテル協会の活動の中心が移ると、 佐賀市を中心に誕生した諸教会と共に日本福音ルーテル佐賀教会へと改名した。ありがとうございます。